アンチがいるのは何でだと思いますか。星 1.7 で、550件以上の1年でアンチコメントが溜まりました、うん、で下からがっつり混ぜるようにお願いします。下からがっつり混ぜるようにお願いします。はい、ありがとうございます。なぜふざけてるのかを知る。ふざけてるというのはどういうことでしょう。気づいてないんですか。気づいてない、はい、なんか中途半端やな、ふざけ方も。滑ってる感がすごいんですよ。簡単なビジネスプランをお願いいたします。今回の事業プランに関しましては、こちらの T シャツに描かれている僕の鈴の木というお店のキャラクターです。劉社長と言います。こちらのアパレル事業展開をしたいと思ってこちらにやってまいりました。はい、それではおかけください。ちょっとまずツッコミどころしかないんですけど、はい、一番聞きたいのがサングラスなんですけど、これは一番しっくりくるんで、このインパクトがあるなと自分の中で思いまして、このキャラ作りでこれをかけてます。ブランディングですか。そうです。わかりました、はい。これ、はい、日本一アンチがいるラーメン屋、はい、もう売りみたいな感じになってるじゃないですか、はい、これアンチがいるのは何でだと思いますか。そもそもですね、オープン前からそちらの資料にも、あります通り、うん、謎の仕掛け人ということで、うん、看板を立てました。でここの物件が8年で11店舗入れ替わるようなラーメン屋の墓場という物件です。そのためこういったまずインパクトを与えるために置いたところ、うん、まあ、こんな場所でそもそも成功するわけねえだろうと、うん、ラーメン界のカリスマでも成功しなかったのに誰だか分かんないやつが成功するわけねえみたいな感じで、5チャンネルとか2チャンネルとかそういったネット掲示板で3000、5000という書き込みがされました。店内の中に僕が飯と飯を食った男っていう、アルゼンチン代表のメッシ、あとフランス代表のポグバと一緒に誕生日の前の日に飯を食いました。社長紹介という入り口の場所にあるんですが、そこにメッシ、あとソルトベイ、あとローラと、あとポグバと並んでる写真を飾ってあります。そこで、まあ、ここのオーナーは、まあ、こういった幸運の、運がいいオーナーですよみたいな感じで紹介されてます。そういうのを見た人が、まあ、ひがみみたいな感じでたくさん書いてます。あともう一点は肉が入ってないってことがきっかけです。チャーシューがないと。それはちょっとぼったくりだろうみたいな感じで言われております。じゃあ鈴木さんはラーメン屋を営んでいらっしゃるんですよね。アンチがいるってことは、はい、そのラーメンが美味しくないとかって余地はないんですか。味に関しては好みだと思っており、僕自身がもともと油そばが好きではなかったです。でラーメンは好きだけど油そばは好きになれなくてですね、自分の好きになる油そばを作りました。それが今入っている、スープが土星油が入っている油そばとなっており、これを油そばではないという方もいらっしゃいます。こんな汁が多くてべちゃべちゃなのは油そばじゃねえというアンチの方もいらっしゃって、僕自身は自分の中で美味しいものが作れて、それを自信持って出しているので、自分の中で美味しくないとは思っておりません。そんだけ美味しいって言われたらね、ちょっと食べてみたいですよね。じゃあちょっと早速なんですけど、今日準備はしていらっしゃる。はい、準備してます。食べれるんですね。はい、はい、じゃあ試食の方を準備していただいてもよろしいですか。かしこまりました。はい、お願いします。よろしくお願いします。あ、じゃあ実際そこでアンチの声がこう嵐が来るわけじゃないんですか。やっぱネットの書き込みがすごいので、はい、Google を見ていただくと分かるんですが、うん、星 1.7 で550件以上の1年でアンチコメントが溜まりました、うん、へえ。あと美味しくなかったら全額返金という全額返金企画をずっとやってまして、はい、こう一本食べただけで返金でみたいな、ユージさんみたいな人が来て、いやちょっと食べて、あこれダメだみたいなことは言ってこないです悪者になっちゃうんですか。こわもての方はいい人が多いです。あ、いい人多いですか。逆に汗流しながら食べてくれるんですか。はい、アンチ独特のなんかメガネかけたこんなやつらがやってきます、はい、美味しくないです、もう食べないでまずかったとか、全額返せと。そうです、食べてなくてもう見た目がまずいからとか。あ、なるほど。あと女性の主婦の40代の方で3回全額返金をしに来た女性がいらっしゃって、で実際返したんですか。2回目はちょっと流して泳がしたんですね、はい、で3回目になってまた来たんで、うん、3回目ですよねとお話をしたら、はい、双子ですと言われました。双子です。何を言ってんだかすごいな、はい、ヘリクスとかいう場合は返金はしません。はい、はい、ちゃんとちょっと合わなかったっていう本当にそういう方は返金はします、はい、でこちら背脂ですね。通常油そばというのはスープが入ってないんですよ、はい、だから原価が安いだなんだって言われるんですけど、はい、うちのはですねスープが入ってます、うん、こちら背脂を、背脂スープですね。背脂を入れて、背脂スープを入れます。はい、これはスープと背脂で割ってます。あ、なるほど。2つ配合してます。はい、でこれ入れましたらトッピングをします、はい、まずネギから。はい、チーズですか。チーズです、はい。おー、ちょっとラーメンに、チーズが入ってますよ、ラーメンに。まあね、油そばのみの単独メニューでやってますね。そうです、はい、で最後にこの特製の辛味、はい、辛味噌を入れます。アンチ絶賛中の辛混ぜそばだ。アンチ絶賛中の辛混ぜそばだそうです。はい、じゃ下からがっつり混ぜるようにお願いします。はい、がっつり混ぜて、下からがっつり混ぜるお願いします。はい、ありがとうございます。お願いします。
背脂とその辛味噌が混ざることによって、ね、いいハーモニーを奏でますので、はい、お願いします、はい、いただきます、はい、あ結構辛いですね。そうです。でも美味しいです。あ、本当ですか。ありがとうございます、はい、いただきます。うん、ニンニクもかなり効いてますね。おお、うん、美味しいです。ありがとうございます。え、味変おすすめなんですか。味変辛混ぜそばに関しては粉チーズ、マヨネーズ、ブラックペッパーです。はい、うん、あと一番しまやんと、あと持ってる、あと一つ、あ、僕ですか。あ、僕みたいな。はい、はいはい、箸とかは大丈夫ですか。あ、大丈夫です、大丈夫です。はい、持ってます。なんかチーズ入ってるからこれリゾットみたいな感じなんですね。あ、そうです。はい、はい、結構女性の方も皆さん辛くないやつもいけるんです。醤油のやつも作れますここ。今辛しか作れない。今はそうです。あ、わかりました。こう味変したらなんかこう洋食みたいですね。そうですね、うん、はい、僕はこっちの方が好きです。味変したらその方が好きです。ゆうじさん、お金返せと言わないですか。そこのレベルではない。そのレベルではないです、うんうん、これでおいくらなんですか。890円です。あ、そう。なら、あの、全然大丈夫です。あ、なるほど、はい、なるほど。いいとは思うんですけど、それで890円はちょっと高い気がしますけど、いただきます。お願いします。いただきます。シンプルにちょっと辛、僕はちょっと辛すぎるかなと思ったんで。味変です。味変。あ、味変をね。あ、いいですか。結構辛いですね。これがデフォルトなんですか。そうですね、これ 100g の今日辛混ぜそば、はい、支度の。うん、わかりました。まあこんなもんなんだろうなっていうのは、うん、はい、感じました。それ以降は後でまた聞きたいと思います。なるほど、なるほど。なぜふざけてるのかを知りたいです。ふざけてるというのはどういうことでしょうか。気づいてないんですか。気づいてない。はい、いや、そういうキャラね、はい、提供の時のキャラは劉社長というキャラで、鈴木劉ではなくて劉社長という、また別人格の人物で提供しております。なるほど。僕自身はふざけてないと。真剣ってことですね。真剣です、はい、さっき作られてた鈴木さんと今座っていらっしゃる鈴木さんはまた別人格。先ほどのは劉社長です。はい、はい、僕は今ここに座っているのは鈴木劉です。ややこしいな。申し訳ない。なるほど。いや、その通りですよね、はい、そういうことです、はい、あの鈴木劉が作り上げた、産んだ劉社長となっておりますので、はい、劉社長が人気者かどうかちょっと教えてもらっていいです。劉社長は1年前までは無名のラーメン屋の男でした、それが1年後の今はちょっとだけ知名度が上がってます、その理由としては、YouTube の、ジンフロムジャパンという海外向けの YouTuber の方がいまして、そこで今6000万再生以上再生されてます、海外で。で、海外から観光の方で今来て劉社長と会いたいってことで来てる方もいらっしゃいます。あとは東京コスパグルメという僕が結構時代に出てるんですが、そちらの動画で人気順でやると1、2、3、4位を独占しております。それでそれを見た地方、全国地方の方が僕に会いに、油そばするのけ僕にめがけて会いに来る方がいらっしゃいます。それなので、そういった方のために販売しようかなと思っております。結論が言ったら人気者だってことですよね。人気者までは言ってません。1年でちょっと知名度が上がったぐらいです。なんか中途半端やなと思って、ふざけ方も滑ってる感がすごいんですよ。そこは鍛え直します。いや、だからやりきってんねやろうけど、僕らから見たらなんか、あ、この人滑ってるわっていうのがすごいあったんで、はい、でそもそもなんですけど、なんでそういうキャラでやろうと思ったんですか。はい、キャラのお話なんですが、これなぜこれをやったかと言いますと、もともとオープン前からアンチが湧いちゃって、でオープンしてからもコスパが悪い、肉がない、あとは気持ち悪い、名刺の写真なんか載っけてんじゃねえとか、あとはスタッフがチラシを店の外で配ってると、あいつ可愛いなとか、あとはどっかから監視してるのか、今何人入りましたとか、そういった監視体制になってしまったんですね。でお店の誹謗中傷やスタッフの誹謗中傷はすごく多かったので、だったらそのアンチの受け皿を作ろうと思い、その受け皿でこの劉社長っていうのを作りました。でこの劉社長を作れば、劉社長だけに誹謗中傷が集中して、それで、まあ、劉社長がそこで対抗する。そうするとこの劉社長のファンも増えるんではないかなと思い、こういったものを作りました。